い、こんばんは。熊本自動車でーす。はい、今日もろくでもない工具の紹介をしていきたいと思います。二度と使わない工具とは。とその前にね、この間紹介したプラグテスター、プラグクイックテスター、これをね、新しいプラグで、やってみてほしいというのがありましたんで、新しいプラグ持ってきましたんで、もう今からでも遅くないでしょ。火花が飛ぶところをお見せしますよ。工具壊れたんじゃないかとか言われたんで、壊れてません。ちゃんと、メーターは動いておりますというところを見せていきたいと思います。はい、バッテリー持ってきましたよ。はい、バッテリー、こっちがプラス、そしてこっちがマイナスね。はい、そしてここにプラグを刺すでしょう。ここに、はい、セットすると、はい、いきますよ。こういうことですね。メーター、ちゃんと緑のところに入ってます。はい、火花をお見せしましょう。いきますよ。これね、こんな感じですね。イリジウムプラグ、あ、ちゃうわ、あ、当てるか。これプラチナプラグなんで、こんな火花なんですけども、もっとね、普通のプラグの方がね、火花が派手で楽しいですね。はい、元よりね、新しいプラグ、新品のプラグを点検するというね、イメージがなかったもんでね。はい、これはこれで終了ね。わかりましたか。はい、それでは次、ドライバー持ってきました。はい、まずこれ、年季入っておりますネプロスのドライバー、キーの A のね、僕これ気に入ってたんですけども、ネプロスのドライバー一通り持ってたんですけども、もうこんなのしか残ってないね。太い方のドライバーね、何番手があるんやな、これね、忘れちゃったけど、あのね、箱で持ってたんですけどね、プロス工具がね、ディーラーにいてるとね、なくなっちゃうのよね、どんどん。それがね、例えばね、営業の人がね、あ、ちょっとドライバー貸してねとか言って持っていくでしょ。そうしたらどっかに置き忘れたりとかね、それとか戻す時にね、戻す箱を間違えたりとか、そういうことやってどんどんなくなっていっちゃうんですよね。もうまあある程度仕方ないんですよね。で、これ一番頻度の使う頻度の少ないドライバーが残っちゃったりするのね。今主に使ってるのがベッセル、これ貫通ドライバーで叩くこともできます。安いです、高難に売ってます。これがね、こういうのがね、思いのほか、丈夫で長持ち、使いやすいのよね。他にもね、はい、スナップオンね、スナップオン、スナップオンの色が選べて、ディーラーにおるときに黄色を持ってる人が、同じ営業所にいなかったんで、あ、じゃあ僕黄色にしようって言うんでね、黄色を選んで、なんか、残ってないぞ残ってないぞ、日本しか、おかしいな、もういっぱいあったのにな。はい、赤、これは親父が持ってたんですよ、どういうわけか。で、これ親父に、どこで手に入れたのと聞いてみたら、
実はその車のねボンネットを開けたらボンネットのここに出てきたと。だからね、誰のか分かんないの、返そうに返せないの。そういうのがどういうわけか、僕の箱の中に、なくならずにずっとあるというね、これがねなかなか変な話でしてね。他にもあります。マックツール、よく似てるけどね、五角形、これ貫通で、叩いてもいいよ、叩いてくださいみたいなね、こういうのもあります。これなんやっけ、あ、これもね丈夫で長持ち、これ使いやすい、これいつよのや、いつのやね、木の絵の、こういうのもね僕好きですよ。まあいろいろあります、こんなプラスチックの絵のとかね。はい、登場しました。これ今回ご紹介したいのが、ほらぐにゃぐにゃ曲がって見えると思ったら本当にぐにゃぐにゃだったというね、ドライバー、これすごいでしょ。これが狭いところに入って回せると思うでしょ。ドライバーっちゅうのはわかります？垂直に力が加わらないとドライバーっていうのは、ネジっていうのは回せないのね。ということはこれはどういうことですか？これね、確かに曲がりますよ。だけどもここをつまんで、これ頑張ってこうギュッと回さないと使えないんですよ。だから狭いとこで使うには、狭いとこね使うには、わかる？ここを押さえないと回せないもんだから、ここに手がない、手が入らないと使えないのよね。なんのこっちゃと。だったらスタッピドライバーでええやろとそういう工具です。これは一回しかというよりも、実は一回も使ったことないです。どういうわけか、古い工具箱に入っておりましたね。誰かがくれたんでしょうな。どういうわけか捨てれないでおります。バカバカしい工具ですよ。こんなのいらないよという工具です。はい、サムネイル撮っとこ、サムネイルこんな感じ、これで、おはい、皆さん本日の動画はいかがだったでしょうか。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ビヨーンビヨーン。これ誰か欲しい人いてるかな。使えないよ、これゴミ、ゴミです、ゴミね、ズバリゴミ。またゴミを買っちゃったよねえ、いらないのに。それじゃあさよなら。